日本政府、差し押さえなら韓国に対抗措置へ。日韓請求権協定で。先日、河野外相が、韓国が日韓請求権協定の個人請求権がまだ消滅していないとして、日本企業の資産を差し押さえようとしている問題で、韓国政府が日本企業に 不利益が生じないような対応を取ってくれるものと考えているが、万が一の場合は対抗措置や国際裁判を含めた手段を取る用意はできていると発言をいたしました。現在、日本政府は大使の召喚や韓国経済に直接影響が出る対抗措置を準備しているようなんですが、今後、韓国が日本企業の資産を 差し押さえてしまった場合は、日本の韓国に対する怒りが、韓国人の皆様一人一人が実感できる形でですね、毎日の生活の中で実感できる形で伝わるように、韓国経済に対してしっかりとダメージが入るような制裁を加えていただき、これ以上、 韓国政府が反日的な行動を繰り返すことがないように、徹底的に対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。